セル実証機戦術高エネルギーレーザーはアメリカ合衆国とイスラエルが共同開発している対空レーザー兵器。移動可能なバージョンはマサルと呼ばれる。セルの本格的な開発は1996年7月18日のアメリカとイスラエルの協定により開始された。セルは高エネルギーレーザーを利用した高額兵器システムで レーザー生成技術とレーザー制御技術とを組み合わせ減損のセンサーや通信技術から新しい対空防衛能力を持たせようとしていた。セルの目標は短距離から中距離にかけての接近戦での問題に他のシステムや技術とは異なる解決法を提供し、それにより戦闘部隊の能力を高めることである。また、セルは一迎撃あたりのコストが 約 3000US ドルと低く、空からの脅威に対して、費用対効果に優れた低コストな防御策となる可能性がある。60回の射撃で再装填し、5km の範囲では100%に近い迎撃率となることを目標としている。セルは1998年に発射試験を行い、初期作戦能力の獲得は1999年と計画されていた。しかし、 移動型のののマサルのため再設計を行い、かなりの遅れが発生した最初の固定式のデザインにはかなりの重量、サイズ、電力の制限があり、現代の流動的な戦闘には適していなかった。マサルの目標は大きなセミトレーラー3台分のサイズで移動できることである。最近になり、イスラエル政府が予算を減少させたため、 IOC は少なくとも2010年まで延期されている。ノースロップグラマンが主契約者として開発している。使用されるレーザーは、復活重水素レーザーによる波長3.8マイクロメートルの中赤外線域、化学レーザーであるため大気圏内での減衰が少ない。2000年から2001年にかけて、セルは28発のカチューシャのロケット弾と5発の砲弾を撃墜している。 また、マサルもテストを成功裏に完了した。2004年8月24日に行われたテストでは、複数の迫撃砲弾の撃墜にも成功している。このテストでは、実際の迫撃砲による攻撃を想定し、単体の迫撃砲による射撃と一斉射撃の両方が主権された。目標は、セルの実験機により迎撃、破壊された、レーザー砲のプロトタイプ。 2010年7月19日、イギリスで開催されたファーンボロー国際航空ショーでは、軍艦に設置された米レーセオン社レーザー兵器が、レーダーシステムによる誘導の下、約3.2キロ先を時速480キロで飛行する無人航空機4機を32キロワットという、高エネルギーレーザー兵器により破壊するというデモンストレーションを行った。無人航空機は、 数秒で焼き払われたという。冷戦音社のレーザー兵器は、レーザー設備6機を使用、軍艦に設置し、強力な高エネルギーレーザービームを合成させることで、威力を高めているという。米軍艦のファランクス艦艇用近接防御火器システムと連携し、そのレーダーシステムを使い照準を定める。無人航空機以外に、小型艦船、迫撃砲弾、ロケット弾などへの攻撃。 迎撃にも使用可能であり、2016年に実戦配備される見通しである。2018年には小型のオフロードビークルに謝罪されたレーセオン社の小型レーザーにより、ドローンをロックオンして撃墜できるレーザー兵器システムが公開された。高エネルギーレーザーと赤外線センサーやマルチスペクトルターゲティングシステムなどを一つのパッケージとして提供している。 回転できるレーザー砲は360度全方向を狙える上、20から30回のレーザー攻撃が可能であり、発電機と組み合わせれば回数制限はなくなる。これまでは大気中の減衰のためレーザー光線によるエネルギーの遠距離伝達は極めて困難であり、まだまだ兵器としての実用化にはほど遠いものと考えられてきた。しかし、最新の技術情報によれば、 ポーランドで遠距離到達も可能な極めて高出力のレーザー衝撃波を生成することを可能にする技術的なブレークスルーがあったとの報道が2014年に行われた。米海軍の関西型レーザー兵器ロースは44億円もの開発費がかかっているが、レーザー1照射あたりのコストは100円程度と非常にリーズナブルな兵器となっている。 世界の新兵器戦術高エネルギー、レーザー兵器レーザーで目標を破壊。朝雲新聞。http://www.asagumo-news.com スラッシュニューススラッシュ hp0408 スラッシュ nt0407 htma0407262 米軍が、レーザー兵器で航空機撃墜、スターウォーズが現実に 人民網日本語版。http://j.people.com。cn 94, 4, 5, <ht <t ps>、94474、775796、html、h a t h t t p s g ガジ a j i n e n e t news、2018720レイーシーン。レーザーウェポン、世界の軍事バランスを劇的に変える、新技術核兵器を無力化できる。 可能性、中国の侵略を、低コストで防衛。j, press. j press. a ブプレス、http://jbpress.ismedia.jp ススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ421382014年11月16日閲覧。ありがとうございます。